こんにちは、夏太郎です。日々穏やかな気持ちで暮らすために暮らしを整えています。約4年前、片付けのストレスを減らしたくてミニマリストになりました。小さな暮らしを続けてみる中で、片付けが楽以外にもいいことがたくさんありました。今回はその中から4つお話ししてみようと思います。それでは動画スタート。1つ目、目に見えないものを大切にできる暮らし。例えば朝日で目覚めること、好きな香りを楽しむこと、心地よい音や空気を感じること、見えないけれど穏やかで心豊かな暮らしのために大切にしたいことはたくさんあります。たくさんの物事に囲まれていた頃は自分のことでいっぱいいっぱいで、暮らしや季節そのものを楽しんだり、周りの人への言動をよく考えたりする余裕がありませんでした。そればかりか、お部屋が散らかってしまったり、食生活が乱れたり、伝えたかったあの人への感謝その他諸々を疲れているから、忙しいからと後回しにしてしまうことも多かったです。ミニマリズムを取り入れて、必要最小限のもの、ことを意識して暮らすと、時間、気持ち、体力に余白が持てました。その結果、心地よい風、音、色、香りなどを感じることや、季節を楽しむこと、夢や目標、周りの人への心配りを忘れないよう努めること、信頼関係を築いていくこと、これらに意識を向けられるようになってきたと感じます。もちろん忙しかったり疲れてしまったりして見えない大事なものを見失う時もありますが、大事にしたい自分軸へ自分で整え戻してこれるのは、穏やかで心豊かな暮らしのためにとてもいいことだと感じます。たとえキャパが小さくても、のんびりのびのびやりたいことに取り組める。週5日派遣の仕事をしながら動画を投稿し、ライフワークであるセラピストの仕事をしています。というと、ものすごくハードワークをこなしているタフな人と思われることがありますが、実際には真逆で、私は全くタフではありません。気力、体力のキャパは一般的な同年代の平均以下だと感じています。打たれ弱く疲れやすい私が、やりたいことをモリモリにして日々過ごせているのは、不要なもの、ことをそぎ落として、本当に選び取りたいもの、ことに気力、体力、時間を使っているからだと思います。もの、情報、サービスなど無数の選択肢がある現代は、その中から本当に自分が得たいものを選ぶことが難しいと感じますが、ミニマリズムを意識して暮らすことは、自分に良い選択肢を選び取る、選ぶ力を育ててくれます。3つ目、思っていること、言っていること、やっていることが一致する。これができると人は幸福感や充実感を感じられると本で読みましたが、これってすごく難しいですよね。いつかこれをやってみたいと思っても、時間ができたらやろう、忙しさが落ち着いたらやろう
と言って結局ずっとできてないなんてことばかりでした。ミニマリズムに助けられて暮らしや頭の中の整理が楽になり、時間や気力にゆとりができてからはやりたいと思ったことを後回しにせず取り掛かれるようになりました。体は一つなのでやりたいことすべてが今すぐできるわけではないのですが、まずはこれ、次はこれというふうに順序や予定を組めるようになり、いつかのまま放置することはなくなりました。時間もキャパも限りがあるため、一つずつ一つずつとゆっくり亀さんの歩みですが、ゆっくりでも進んでいると実感できて充実感も味わえています。4つ目、世の中の揺らぎの影響を小さくする。悲しいニュース、暗いニュース、先行き不安になるような情報がたくさん入ってくる現代の日本ですが、慌てたり不安が膨らんだりすることなく、落ち着いて前向きに自分なりの生存戦略を練る姿勢を持てています。これはミニマルな暮らしのおかげだと思います。ミニマリズムとは我慢をして極端に物を減らすことではなく、必要なものを見極めて、これくらいのお金でこれくらいのものを持ち、これくらいのささやかな暮らしができれば自分は幸せだというミニマル値を工夫しながら探すことだと思っています。小さな暮らしでハッピーに過ごせる感覚を知っていると、いろんな不安を小さくする効果もあると感じます。大量生産、大量消費、日々目にする広告、商品の訴求、精度の高いマーケティング戦略が当たり前にあふれている中で、とても見えにくくなっていると思うのですが、幸せを感じながら十分な暮らしをするために必要なものは実はそんなに多くないのかも、という事実にミニマリズムは気づかせてくれます。というわけで、今日はミニマルな暮らしをきっかけに味わうことができたいいことを4つ紹介してみました。この中には隙間時間に読むようになった本から考え方のベースを得たものもあります。概要欄に参考の本をまとめておくので、気になった方はチェックしてみてください。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの穏やかな暮らしを応援する気持ちを込めて、夏太郎より。